テザリング設定の操作方法をご説明します。テザリングとはスマートフォンなどのモバイル機能をルーターとして使い 4G LTE、3G パケット通信を通じて無線 LAN 対応機器、USB 対応機器をインターネットに接続させることを言います。ホーム画面からアプリ一覧、設定の順にタップします。その他、テザリングの順にタップします。 Wi-Fi テザリングの子機側との接続に必要な設定情報を確認するため、 Wi-Fi テザリング設定をタップします。パスワードを表示をタップするとパスワードが表示されます。 Wi-Fi 接続に必要な情報が表示されますので、メモなどに控えておいてください。子機側で入力が必要になります。保存をタップします。続いて Wi-Fi テザリング機能をオンにします。これでテザリングの親機側の設定が完了です。